雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夜明けに足が止まっていた。先生人生相談です、この先どうなる楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら苦しさなんて押し訳ない、何もしないで生きていたい。青空だけじゃ見たいのはわがままですか。音量大丈夫？もうちょっと置き上げようか。今上げたけど、胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得はしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春って値札が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスをどこか期待していた。先生どうでもいいんですよ、生きてるだけで痛いんですよ。ニーチェもフロイトもこの穴の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって雲の高さを指で描こう。思い出だけが見たいのはわがままですか。ドラマチックに人が死ぬストーリーって触れるじゃないですか。花の散り際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生人生相談です、この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい、いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけを知りたいのはわがままですか。